フランコ・ファジョーリは、アルゼンチンのトゥクマン出身のカウンターテナー歌手。アルゼンチンの国立トゥクマン大学でピアノを、ブエノスアイレスのテアトロ・コロン付属芸術学校では、同校の歴史で、初のカウンターテナーの学生として、声楽を学んだ。1997年に自らサンマーチンでポレス、合唱団を結成。アニリス・スコーブメンド。 リカルド・ヨースと、メルセデス・ウィングスに支持する。アルゼンチンでは、スチュアート・ベッド・フォード、ジュアン・マニュエルク・クインターナ、セルジオ・シミナビッチ、アンドレス・トルケッシュル、スサーナ・フランギ、マリオ・ビデラ、パブロ・ゴンザレスらと共演している。アルゼンチンでは、テアトロ・コロン、テアトロ・アベニーダ、アウジ・トリオでベルグラノなどに出演。また海外では、シュトゥット・ガルト、ザルツブルク、ルツェルーン、 チューリッヒ、カールスルーエ、インスブルック、ゲッティンゲン、エッセン、オスロ等で歌い、チューリッヒでは、ヘンデルの、ジュリオ・チェーザレでマルク・ミンコフスキ及びチェチーリア・バルトリと、共演した。2011年のバレディ・トリア音楽祭で、ロッシーニが、カストラートのために書いた、唯一の作品、パルミーラのアウレリアーノのアルサーチェ役、2012年には、同音楽祭で、 ハッセ作のオペラ、アルタセルセのアルバーチェ役など、かつてのカストラートのレパートリーを精力的に取り上げる。2012年11月に、フランスのロレーヌ国立歌劇場で上演された、5人のカウンターテナーと1人のテノールという男性歌手のみの、キャストによる、レオナルド・ヴィンチ作のオペラ、アルタセルセでは、伝説的カストラートの序盤にカレスティーニのために、 書かれたアルバーチェ役を超絶技巧と高い音楽性で演じて、喝采を浴びた。その他、アレッサンドロ・デ・マルキ、アラン・カーティス、スティーブン・クレオ・バリー、クリストフル・セ、リナルド・アレッサンドリーにミヒャエル・ホフ・シュテッター、ガブリエル・ガリードなどと共演している。カウンターテナーカッシュとして、初めてドイツ・グラモフォンと専属契約を結んだことが2015年7月に発表された。 現在のバロックオペラの復権を担うスター歌手としてまた新世代の春英カウンターテナーを代表する存在として期待が高い2001年にアルゼンチンのコンセホフ,フェデラルデインバーショネス主催のコンテストで1位を獲得2003年にはドイツのベルテルスマンが開催する世界オペラ歌唱コンクールノイエスティマンでカウンターテナーとして初の1位となる 2010年のバレディ・トリア音楽祭におけるヘンデルのオペラロデリンダのベルタリード役でイタリアの音楽批評家協会が主催するフランコ・アビアーティ賞カウンターテナーとして初めて受賞。ありがとうございます。